はい、続きまして、クリゲの馬毛色が変わりまして、スワーブリチャードが登場いたします。ハーツクライの後継馬、スワーブリチャードでございます。3歳の2月に共同通信杯に勝ち、重賞初制覇、ダービーでは惜しい2着となりましたが、秋のアルゼンチン共和国杯では初の小馬戦も難なく楽勝。ハーツクライさんらしい成長力で、4歳児には大阪杯、5歳児にはジャパンカップに勝利しております。阪神内回り 2000m の大阪杯と東京 2400m のジャパンカップ、求められる適性が異なる G1 を制した万能性、また安田記念を1番人気3着とマイル戦でも対応できる高いスピード性能を発揮しておりました。セレクトセールに上場された高額落札馬を含め多くの産駒を見ていますと、個体差が少なく揃っていて、かつバランスの整った産駒が多く、調教へと移行しデビューに近づいた今も平均値が高いという評価が聞こえてきております。父のハーツクライ産駒以上に現時点での力強さのようなものは感じますし、5歳になってから本格化という典型的な父産駒よりもスワーブリチャード産駒の方が早い時期から活躍しそうな印象です。母の父アンブライドルズソングが自身も産駒もブリーダーズカップジュベナイルに勝つなど、早くから高いしレベルで仕上がるタイプですから、その血を受け継いで2歳戦からどんどん目立ってほしいと考えております。またこのアンブライドルズソング牝馬にハーツクライを配合という本馬と同様の配合された産駒からノットゥルノというジャパンダートダービー勝ち馬が誕生しましたから、本馬も似たような要素を前面に出してダート路線にも活躍馬を送ってほしいと考えております。本年デビューのスワーブリチャード、どうぞよろしくお願いいたします。種付き料は200万円で、まだまだ受け付けております。